はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今日は市場の方に来ております。市場が今年も当然毎月ありますので、まあ、昨年はちょっと来れなかったので、まあ、挨拶がてら来ております。まあ、市場が始まる前に、まあ、下見ということで、はい、まあ、ここ、まあ、もう板のとこまで来てるんですけど、久しぶりにくるみが出てますね。でも色薄い、日本のくるみですね。鬼ぐるみにしても薄いので、鬼ぐるみじゃないかな、違うくるみだな。はい、まあ土地は相変わらず多いですね。やっぱ土地が人気ですからね、デブル板。はい、まあ、日に当たるとギラギラして綺麗ですよね。こっちもこんな風にあります。まあ、細かいものもちょこちょこ出てますね。まあ、この辺はもう乾燥剤、古い剤ですね。まあ、そういうのも出てきたり、そうそう、こっちの方がアメリカのブラックウォールナットとか、全然くるみの色が違います。おお、なかなか面白い、いいっすね。面白い感じで木が広がっていく。テーブル板ですね。まあこんな感じででっかい材がいっぱい並んでおりますね。まあ建築材、まあテーブル材、カウンター材とかいろいろです。まあパッと見そんなに大したものがないんですけども、この辺がクラロウォールナットが出てますね。すごい大きい材なんですけど、ほとんど使えない。そう、輪切りにしたような感じですよね。でも こんなケース、あと他はもう全然使えるところがないっていう。はい、そしてまあ、ガリンのコブも3枚出ておりますが、これも11月からかな、ずっと出てます。高くて全然買い手がつかないやつですね。はい、僕もね、差し値は差し値っていうのか、いくらまでだったら欲しいっていうのは言ってあるんですけど、だいたい僕のでは全く届かない、3分の1ぐらいですね、僕の予算では。だから3倍ぐらい高いですね。うん、ウォールナットやっぱりなかなか細かい木のものはない。さっきちょっと綺麗だなと思ったのは、この辺がミツメかカバかですね。まあちょっとしたテーブル材ですね。まあ少しやっぱりこのこういう感じの木が入る、どうだろうな、ミツメかカバか、ちょっと本当に見た目ではねわからないんですよね。まあ、カバカの中の、まあ、カバなのか、まあ、カバではないですね。カバか、水目か。まあ、量だけはさすがに出ておりますね。はい、ちょっと倉庫の中も見てみましょうか。倉庫の中はちょっと少なめ、いつもだったら板が並んでるところにフォークリフトがおります。いつもだったらこの辺に黒柿があるんですけど、黒柿がない、全くないです。まあ、木、サペリですね。はい、なかなかいい模様しておりますが、まあ、幅そんなにないので、多分この辺楽器屋さん、まあ、ギターメーカーさんが買っていく感じじゃないかなと思います。
まあこんな感じでありますね。まあ向こうにはまた多分あれは多分ヒノキじゃないかな、クソ長い材がありますね。はい、もがけカウンター材、お寿司屋さんとかね、はい、とこで使われているようなカウンター材ですね。はい、こんな感じで今年も市場が行われます。まあもう少し見てちょっと買えるものあるかどうか見ていきたいと思います。というわけで、まあ今年も材木屋さん巡りバンバンしますが、市場の方もちゃんと来ていろいろと情報を集め、材集めをしていきたいと思います。ではでは。